はい、どうもこんにちは、こんばんは、ミルバケストでございます。というわけで、万華鏡祈願、第11夜ですね、やっていこうと思うんですけれども、前回でですね、そうですね、女の子、病気を患っていたね、女の子、蔵の中にね、閉じ込められていた女の子が、その青年の妹だっていうところがね、分かったところです。桜子ということでね、なかなか、可愛い名前ではありますけれども、桜子っていうとね、花壇のあれを思い出しますけれども、私は。ね。そんなことを言ってると年がバレるので、先に行きたいと思います。桜子ちゃんの名前を呼んだと。ふと周一の口をついた言葉に本人が一番驚く。え、どういうことですか？今、自分は何と言ったであろう。少女の名？そんなはずはない。この少女も目の前の出来事も周一にとっては知らぬことなのだ。ならば、なぜ自分は知っているのだろう。青年が口にしたな。それが妹、彼の妹の名だと。なるほど。今自分は何と口にしたって？桜子って言ったの？青年じゃないの？周一が言ったの？どうなの？そして、それと同じ名をつぶやいて、あ、それ、そして、どうしてそれと同じ名をつぶやいてしまったのか。ああ、言ったのか。しかし、まるでその声が聞こえたかのように、万華鏡の中の少女が振り返った。周一の心臓が跳ねる。不思議そうな顔でこちらを見つめている。見えるはずなどないのに、今まさに目が合っているという気がしてならなかった。いや、確実に見られている。近づいてくる。少女の骨のような細く白い手、這うように、まっすぐに、周一に向かって、見つめたまま、迷いなく、まっすぐに、近づいてくる。周一は慌てて万華鏡を回した。怖え、万華鏡から手が出てきたらどうしようかと思ったよ。やべえ。怖えよ。高鳴る胸をそっとなで下ろす。肺を満たすひんやりとした小脳の匂いに、この時ばかりは安心感すら覚えた。大丈夫。ここは現実だ。壁の穴。そして万華鏡。今自分が見ていたのは果たして何だったのだろう。どこまでが現実だったのか。一体何を見せたかったのだろう。万華鏡はってこと？桜子。もう一度つぶやく。確認するように、自らの意志で、その名を唇に乗せた。すると、まるでそれに応えるかのように背後で物音がした。はい、桜子ですってね。人形が転んでいた。壁に立てかけておいたはずなのに、壁から50センチほど離れたところで倒れている。どういうこと？近づいてきてたってこと？まるでこちらに近づいてきたようではないか。ほらー、来たよー。そう、まさにあの少女のように。いや、人形が動くなどありえない。しかし、ありえないことがここではありえるのだ。周一は恐る恐る手を伸ばした。おいおい、急に伸ばした手にこう白い手が重なってくるとか、そういうフラグはやめようね。引き寄せて改める。おお、大丈夫だった。やはりただの人形だった。いつまで待っても動くことはないし、喋り出すこともない。けれども、これがただの人形ではないこともまた周一は知っていたのだ。ずっしりと重く、それは周一の腕の中にいた。抱っこしてんのかな。ふっと奇妙な違和感を覚えた。確かに。ああ、じゃない。確かにじゃない。誰かに見られている気がする。どっと冷や汗が吹き出た。周一は振り返ることができなかった。振り返らなくとも知っていた。さっきの少女かい？あの穴から誰かが覗いている。体中の毛穴が一斉に背中に向かって開いていくような悪寒に襲われた。ぷわーっとね。
今ね、まさに私がそれです。今ね、足先からね、背中に沿ってブワーっとね、寒気が。うん。それが正しい現実のものなのか、それとも奇妙な現実のものであるのかはわからない。けれども、どちらでも同じことだ。共に本当の現実であることに変わりはない。ならば、それを確かめる手段はやはり一つしかないのだった。振り向く。まあそりゃそうでしょうね。壁の穴。張り付く。目があった。そして息遣いが聞こえます。スーハー、スーハー。周一を認めると、それはそっと甲骨に歪む。そして声は、何度も聞いたはずの響きでこう言った。お兄様。嬉しそうに、嬉しそうに。妹さん、なかなか、目鼻立ちというか、鼻は見えてないけど、目がはっきりしていて、ね、ね、まつげもね、長くていいですね。はい。何？見つけた？何？やめてよ。見つけたと。お兄様見つけたと。今なんかウフフって聞こえた気がする。怯えて目をそらす周一の、そこを離れようとする周一の、その腕を誰かが掴んだ。小脳が強く香った。振り返るまでもなく、視線を落とすまでもなく、少女が、ひーやー、腕の中にいた。人形か。なるほどね。周一は悲鳴を上げた。うわーみたいなね。そりゃそうなりますわな。戦慄に駆られ、慌てて突き放そうとする。突き飛ばして逃げ出そうとする。すると少女は強い目で、強い力で袖を握るのだ。離さないのだ。なぜ？と少女は言う。あ、何故か。何故また、私から逃げようとなさるのです。何故、私ではいけないのです。これほどにも。これほどまでにも。兄様のことが好きなのに、っていうね。そう言って、少女は、周一の首に細く冷たい腕を絡めてきた。今一瞬ちょっとびっくりしたよ。パイオツをさ、わしづかみにしてんのかと思ったよ、この写真。びっくりしたよ。違うのね。違うんだよね。オッケー、わかった。了解。理解した。怖っ！それは驚くほどひんやりとしていたが、生身の娘の肌のように、細やかで優しかった。懐かしかった。そして彼女は、幸福そうに目を細めるのだった。あ、お兄様。お会いしとうございました。愛されとうございました。愛してくださいませ。どうか、愛してくださいませ。うん。愛せよと。私に愛をくれと。ね。言うはショックですよ。汗ばむ首筋にかかる息は、むせるほどに強く、確かに古い小脳の匂いがしたのだ。それが鼻の粘膜、口の粘膜を犯して滲み、脳髄にまで染み渡ってしまう頃には、もはや身動きはおろか、思考することさえも忘れ、ほうけたように身を投げ出すだけの存在になり下がってしまっていた。ということですね。いやー、一気に話がね、盛り上がってまいりましたけれども、今日はお時間が来てしまいました。なので、今回はここまでとさせていただきます。では、ここまで見てくださった方、ありがとうございました。ミルバケストでした。ではまた次回、アディュー。